朝倉くん、ずいぶん顔がげっそりしておりますね。突然回すんじゃないよカメラを。いやー、ちょっとね、我々チャンネルメンバーとして一つね、カイ君に聞きたいことがあってですね。ですか？調子はいいっすよ。うん、今減量真っ只中じゃないですか。はいはいはい。まあズバリなんですけど、うん、性事情。急に？うん、性事情好きだね。急に？ねえ、好きだね、君たち。まあ気になりますね。ね、はい。どうですか？なんかそういうのって、そのなんか減量してない健康な時と減量してるちょっとまあいろいろね大変な時期とでなんかこう差があるのかっていうのを気になりまして、意外と一緒にいるけど聞いたことないなと思って。聞きたいな、そんなこと。んいやちょっと聞きたい。なるほどね。なんかでも言うよね、なんかそのさ、都市伝説でさ、格闘家は試合決まると1ヶ月しませんみたいな。うん、そうそうそう、なんかあるじゃん、そういう話題出がちじゃん。確かにね。実際どうなのかみたいなね。そうだからちょっと気になるなと思って。なるほどね。そうそうそう。え、実際さ、するの？いや、これピーストレートね。するの？そういうなんか自分でみたいな個人プレイ。そうそう、ソロプレイ。ソロプレイ好きだな、下ネタ。個人プレイはするでしょ、それは。あ、そうなんだ。するんだ。え、するでしょ、それは。え、その減量中でも？減量中でもする。あ、それで減量してんの？ 5g ぐらい。どんだけだよ、1日。5g も減らないで、多分。君と一緒にしないでくれ。いやでもするけど、やっぱりその俺は人によって多分違うと思うけど、減量を始めるとやっぱその食欲が一番勝つから、はい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 、なんか性欲っていうのはもう薄れてくる、どんどん本当になくなってくる。だからどうだろう、本当に1週間に1回とかじゃない？あ、そうなんだ。まあでも確かに1週間に1回がなんかすごいいいって、僕もなんかすごい調べたんですよ。何を調べたの？そのなんかその、まあ、例えばこう、まあ、格闘技に、まあ、関わらずなんかそういう試合だったりとか大事な、まあ、日の前のなんか筋トレにその自家発電って良くないとかなんかそういうのあって、まあ、それ本当なのかなと思って。え、ちなみに斉藤君はどうなの？僕1週間です。あ、じゃあカイと一緒なんだ。そうです。で、そのなんか禁欲すると1週間に男性の言葉からだね。1週間に1回、その禁欲をすると男性ホルモンがすごいなんか分泌されるというか、まあ、高くなってくるんですけど、1週間をまあ超えるとそのキープが下がっていっちゃうんですよ。飽和しちゃうってこと？そうです。だからその一番いいパフォーマンスを発揮できるのがその1週間禁欲した状態みたいなんで、その例えば試合とかの1週間前にその時間話が長いんだよ。しておくと話が長いんだよ。いいっていう。じゃあもうね、斉藤君長い。本当に。もう結論来ない。そう。可愛いじゃん。そう。ずーっと喋ってるから。そうなんや。そうか。じゃあ斉藤君は1週間に1回ってことね。本当からどうかちょっと隠しカメラして。どこに10万のそれ。でさ、斉藤君がさ、始まるやん。で、まあ多分携帯で見るのか知らんけど、携帯で見る。携帯でその見るでしょ、動画を。その時に電話して出るか出ないか検証。クソほどつきちゃうね。相当立ち悪いです。性欲を優先するのか仕事を優先するのか、性欲取るか仕事を取るか。電話出るでしょ。一人だったら絶対電話出るですよ。出る？え、一人で性欲を抑えて、それは電話出ますよ。あと数秒でどっちが出るのか、どっちが電話に出るのか、こっちが出るのか、そっちが出るのか、健太が出るかみたいな。着信画面で妨害されるわけじゃないですか。もう出るしかないですよね。いや、待つね。いや、待たない。それから罰を押すんじゃない？罰を。いやいや、でもさ、今までこういう状況あるでしょ、そういう状況。ない？僕ないです。ない？俺あるよ。俺も。俺は出ないね。ちなみに。あ、もう集中。あ、じゃないですか。うん。ことが済んでからまた折り返す。大丈夫かこれは。こんなこと言って。リアルなのだいぶ。いやいやいいでしょ別に。なるほどね。大丈夫かって君が一番言ってきた。いやなんか思いのほか赤裸々に話してくれるからさ。別に男だからそんなもん。なんか僕しないですとか言う人いるけどさたまに、ね、なわけないからさ。確かにその体調が心配になるその人のそこまでいっちゃう、うん、心配になるからやばくないだってそんな。確かに体に毒ですよ。なんかもうしなきゃいけないものじゃないですかこれは。うん、うん、トイレと一緒ですよ、うん、確かに。ソロプレイはまあじゃあ週1に抑えてるってことで、共同プレイはどうなんですか？マルチプレイないですか？ないですか？斉藤君マルチプレイは？僕ソロプレイしかできない。何そんな笑い方が別に。大森さんは？大森さんマルチプレイやん。そう頑張ってますよこれは。もちろん毎日ではないですけどね。何の話マジ中学生レベルのトークですそうですね。まあでもなんかうん本当にあれだね、減量してる時ってそういう欲はなくなるねマジで。あ、なくなるんだ、うん、それでさ試合終わるじゃん、うん、で終わって復活したらさ上がってくんの？上がるね。それは上がるんだ試合後は上がりますよ。へえ。もう食べたらねめっちゃあ元気になったらもうバチバチなんですよバチバチって大丈夫かなこれ。ちょっと一回後で動画確認してもらわないといけないね。満たされですもんねその、まあ、食欲満たされて睡眠欲が満たされたらあとはもう性欲を満たすしかないですよね。なんかとにかくね試合前はもう試合のことに集中しててそんなね変な欲は出てこないですよ。あ、そうだね、うん、そんな暇もなさそうだしね。なんか本当に練習でめちゃくちゃ疲れてるし腹減ってるしみたいな、うん、その状況でしようなんて思わない。本当に忙しそうだよねなんか、うん、マジでなんかこんな中でもさライジンのなんか取材とかテレビのさ事前のなんかねやったりとか忙しいよいろいろやってるもんな。こんな時間ないっていうことですね。ないね。なるほどそんなことしてる時間はないです笠間君はそんなことしてる時間しかないでしょそんなことはないでしょどうしたらいいの俺これ、はい、炎上ですねまだ炎上だなこれ笠間はどうなの？どっち？ソロプレイ、うん、ソロでも俺2週間に1回ぐらいかな。へえー、本当？ガチだって俺もう、うん、マルチプレイも1年半ぐらい多分してないよマルチプレイセッションしてねえし多分ね女性と手つないでも多分そんぐらいないよ俺。やばいじゃん手つなげないじゃんもう緊張して大丈夫かよ俺。もう手汗がさリアルになるかもしれない滝みたいになるかもしれないね。へえそうなんですねだるそうに聞くないだるそうに意外だな。でもそれは笠間遊ばないんだ。意外だね。何？意外じゃないわっていうか硬派を売ってく感じですか？売ってないけどさ硬派とかじゃないし全然硬派とかじゃないよこれは。死ぬままにして死ぬままに意外ではなくないですよね。なるほどね。まあじゃあそういう感じなんだ意外といやなんか俺のいやちかさまじゃなくて海がそうなんか全くしなくなるんかなと思ったんだけどまあ隙を見てやってそういうの計量何日前までとか決めてないのそれ。計量最終日みたいな体のコンディションを見て。なるほどね、うん、あでももう最後のどうだろうな2週間とかはしないかもしれないね。確かに朝起きて元気な時ある朝起きて元気な時ってまあ男性なら絶対あるじゃん。あるそれあるやめとけよ何の話だろう。でも本当に疲れ切ったらそっちは元気にならんのかなと思ってよくさ、うん、死ぬ前に人がよう元気になるって言うじゃん。なんか最後にそう子孫繁栄みたいなその状況に近くならんだって水抜きしてさもうそれで言ったらさ多分あれじゃんね軽量台乗るときギンギンだろう死ぬ直前やそっちのステルのことがお互いあったら絶対公開給料でさ、こうやってる時にギンギンだったら全部パンプアップされてバズっちゃうよそれ。確かにニュースになるくだらない話ですね。誰が見たいんですかね。わかんない。ちょっと怪しくなってきた。気になる人は気になるんじゃない。結構ね、聞いたら生々しくて、意外とね。あれだね。最初に冒頭にさ、女性は見ないでくださいって書いてある。そうだね。書くしかないね。男子中学生の会話みたいな。まあまあ大人になってるそのまんま、うん、じゃあこれ近日あげると思うんで、ちょっと試合に向けて一言意気込みくださいよ。この後に説得力ねえよもうちゃんと真剣な時に話そう。 OK じゃあ真剣な話は別で取りますから、別で取りましょう、うん、じゃあありがとうございました。じゃあありがとうございます